ライベントス。西側には、ウルグアイ川が流れており、アルゼンチンとの国境になっている。また、県名にもなっている、ネグロ川が、県の南側に流れている。主な産業は、落農とワイン醸造である。県西部では、農業が行われており、アマ、ひまわり、小麦、トウモロコシブドウ等を生産している。県東部では、 落農用の牧草を生産している。ラスカニアス周辺には温泉が湧き出しており、観光資源となっている。フィンランドのボトニア社がフライベントスのウルグアイ川沿岸にパルプ工場を建設する計画が発表され、その投資額は10億ドル、8000人以上の雇用を生み出すという巨大プロジェクトであった。しかし、パルプを漂白する際に使用する。 漂白剤等の工業排水が、ウルグアイ側の水質汚染につながるとして、ウルグアイ側の対岸にあるアルゼンチンのエントレ、リオス州の住民と、ウルグアイ、アルゼンチン両国の環境保護団体が、2005年4月30日に、ウルグアイ側に架かる橋を封鎖して、抗議活動を行った。2005年12月20日に、世界銀行が調査を行い、パルプ工場は、 両国の環境と観光に関して悪影響を及ぼさないと結論づけたが、環境保護団体はその調査結果を受け入れず、再び橋を封鎖した。人口データは2004年の国勢調査による。は1996年のデータ。ありがとうございます。